はい、どうもパジーチャンネルでーす。はい、今日はですね、これ昨日の動画についてコメントをいただけたら、この動画にね、まあきっと子供向けにはされないと思いますんで、ぜひともコメントしてください。動画でございます。案の定ね、危惧していた通り、昨日の動画も、子供向けに設定されてしまいましたですね。まあどうだったでしょうかね。エドワード・ダ・ブルーエンジンさんからいただいたリクエストで、パーシー逃げ出すっていう作品のリメイク、この家に引っ越してきて初めてのリメイク、まあ、作品になったんで、ちょっと気合い入れてね、作らせていただきましたけど、どうだったでしょうかね。まあ後ろ向きに走るシーンが多くてね、ちょっと編集が結構大変でしたけども、撮影もね、ちょっと頭が混乱しましたけどね、撮影しながら楽しく見ていただけたでしょうか。本当ね、最後まで見ていただいた方わかると思うけど、すごい狭いエリアで作れたのよ。本当にね、何センチぐらいかな、1メーター横1メーター縦60センチぐらいの、そのぐらいの幅でさあそこまで撮影できたな。本当に一つね、何か収穫だったと思いますね。はい、ということでですね、まあ何かコメントあれば、コメントください。ちょっと YouTube を今ね、もう一個のデバイスで見てたら、ロコモエペレンスタジオさんからっていうかね、のこれはなんていうんだっけ、コミュニティっていうんだっけ、投稿がありましたので、ちょっと読んでみますね。ぜひエイレシアさんのチャンネル登録お願いします。エイレシアさん最近登録者が増えません。誰か共有してください、お願いします。ということなので、共有しましょう。皆さんでエイレシアさんを応援しましょうね。みんなもう友達ですからね、トーマス好きの方は。はい、じゃあエイレシアさんのチャンネル登録ポチッ。登録済みになった。すげえ、こうやって登録できるんだ。このコミュニティを使って誰かのチャンネルを応援するか、なるほどね。あ、しかもいろいろコメントが来てますね。勝手に読んでいいのかな、こんなの。ジョルニーさん、共有しました。ウィルソン活動休止さん、了解です。アットマーク PO82、 分かりました。とともんぱ、共有しました。すげえ、めっちゃ共有してる。いいね、こういう投稿もありだね。なんかおかゆなんかの動画コミュニティアップしてる場合じゃないですね僕もちょっと見習いましょう。それから僕のね、チャンネル登録者さんでは誰がコミュニティ上げてるかな。あ、すごい、エドワード・ダ・ブルーエンジンさんから、これもほらコミュニティってやつじゃない、来てた来てた。リクエストありがとうございます。多分自分がしたはず、覚えてなくてすいませんマジで自分よりクオリティ高くてすごかったです。あっという間に5分経っていました。高評価させていただきました。これからも応援しています。よかった。おお、エドワード・ザ・ブルーエンジンさんのチャンネル登録しなかった、しときますね。エドワードさんもリメイクしたんだ。おお、チャンネル登録しましたよ。それからブルーブルーさんから、なんだろう、子供向けの動画について、子供向け対策なんですけど、青い部長さんの最近投稿された動画のように、子供向けではないアニメの映像を動画の終わりに入れるといいと思います。でも今今回のリメイク動画もね、最後に僕のただトークのね、ちょっとしたトークの動画もちょろっと付け加えたんですけどね、それでも無条件に子供向けにアップした瞬間に子供向けになってましたからね。本当に腹立ちますよね。この動画は子供向けになんないでしょう、まさかね。何がこれ、これ子供向けにされたら、これか、トムとジェリーが映ってるから、でもトムとジェリーを隠せ。そうだね、こういうちょっとでもなんか怪しいもの、これは観葉植物も子供向け、やめてね、ちょっとやべえ、ドラゴンボールもある、一番くじ置き場になってるからさ。そうね、なるべくそうだね、トークする時も子供向けと思われないようにね、まあもう本当無地の壁とかでさ、やるべきかな。はい、それからですね、機関車トンプソンさん、ちょっと見てみようかな。機関車トンプソンが走れルークショーツをアップしました。なんだろう、一瞬だけ見えた、ルークなのか今のは。おお、すごい、なんか石材箇所を 4つ運んでおりますね。面白いね、ショーツだからって必ずしも1分じゃなくてもいいのか。なるほどね。刑事 1011F さんもね、結構刑事さんも投稿とアップしてね、
2日前加藤かっこ N ゲージの踏切線路を買う、ついでにヨドバシにで一両物を買おうと思うが、買うとしたら、面白い、ほら面白いね、こういうのやったことないけど、このヒエイかっこいいね。ギザン、エイザン電鉄って読むのかな、エイザンでヒエイ、こんなのあるんだ。ゴーゴートーマス、プラレル洞窟探検トーマス、うん、いや、ヒエイがいいと思います。あ、86% でしたそうだよね、ケイジさんもチャンネル登録者数1200人だったよ、すごいね。ね、プラレールもトーマスシリーズもたくさんアップしてるのね、すごいっす、すごいっす。やばい、もう仕事行かないと。あとディーゼルチャンネルクラス5623、新しい動画を2本アップしましたって昨日来てましたね。東京リベンジャーズ VS 機関車トーマス、面白いね。エミリーとゴミ集め、あれ、これなんかリクエスト来なかったかな、ね、確かね、あのライブの時に言ってたと思う、エミリーとゴミ集めいつかね、リメイクしてくださいなんてね。みんな頑張ってますね、うん、トーマスの YouTube のお友達だし、みんなおのおの頑張ってるみたいですね。はい、そう、一個ね思ったんだけど、こんなの新しくやったらどうかなと思って、もうライブ最近面白くて結構やるじゃない、ライブちょこちょこで。1回だけね、夜ちょろっとやった時あったんで、みんな寝た後だったと思うんだけど、あんまりお酒飲んだ後で覚えてないんですけどね見返すのも怖いぐらい。1週間に1回とか、まあ夜ね、愚痴大会みたいな、 YouTube の、まあ、愚痴でもいいし、もう僕も愚痴を言いますからね。皆さんもライブに入ってきてもらって、まあ今日あったこと、今週あったこと、嫌だったこと、良かったこと、まあ愚痴ですからやっぱ嫌だったこととかね、そういううさばらしみたいなね、こうライブ動画アップできたら結構面白いんじゃないかなって。まあトーマスうんぬんかんぬんよりもこう日常生活をね、ちょっとみんなとこうシェアできたら面白いかなと思ってね、まあうさばらしライブなんかを1週間に1回夜やったらどうかなと思うんですけど、どうでしょうかね。そこら辺も含めて今日の昨日のね動画と、まあいろいろコメントいただけると嬉しいでございます。それではちょっと10時15分にはね、外仕事行かないといけないので、動画ここら辺までにします。最近ライブばっかやってくから、本当話すのがさ好きになっちゃってさ、いつまでも話してられるような感じになっちゃいましたけど。そして明日9月6日はね、我が家のね第一子葵くんの7歳のお誕生日ということでですね、明日は盛大にパーティーしたいと思います。そしてあんまり言ってなかったと思うんだけどね、100日企画で一人であのこれコロコロローラー買ってさ、よいしょ、これとこれ買って、ちょっとやっぱ中年なんでね、僕はお腹が出てきたんで、ぽっこりお腹をこう、葵の誕生日までに痩せるぞ、筋トレをってやってたんです。わかるでしょ、これここがベルトですからね、だいぶお腹がなくなったですね。はい、わかりますかね。ダイエットも筋トレも成功したということで、それでは今日もね楽しく過ごしましょう。今日は木曜日なんで、お出かけしちょっとした運試しガチャやるかもしれません。そこらやったら動画アップしますんで、お楽しみに。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまたご覧ください。バイバイよ。